おはようございます、砂子みけです。今回は2024年上半期のベストバイということで、2024年始まってからこの半年間でですね、実際に買ったものの中から厳選して13個ほど、良いものをねご紹介していきたいと思います。でこの半年間は結構買うものも多くて、で紹介したいなというふうに思ったものも多かったので、暮らしのもの編とガジェット編で2つに分けています。今回は暮らしのものということでね、生活雑貨とかファッションアイテム、インテリアアイテム、そういったものの中から厳選して13個ほどご紹介していきたいと思います。実際にね、皆さんの参考になれば嬉しいです。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでまずはこちらから、箸ですね。はい、栗原はるみの越前塗六角帯箸金銀ということで、それぞれ金と銀のアクセントがついた、箸2ペアになります。これ以前にもご紹介したことあるんですが、もともと僕箸というか、カトラリー系にそこまでこだわりがなかった分、もらい物ばかり使っていたところで、このこちらのシルバーの帯の箸をいただきまして、でこれがねあんまりにも気に入ったんで、自分の方でもこの金色の帯の方を購入してしまったという感じです。漆塗りのね、衣装が施されている箸になっています。なので、ただのこう木の箸とかとは違って、深みのある色合いとか質感が特徴になってますね。そこにこの真ん中部分のこのアクセントの銀と金の部分ですね、これがね、シンプルながらめちゃくちゃこうインパクトがあって、かつ高級感があるんですよ。あくまでこのツートーンの、カラーリングの箸なので、モダンな印象というかね、他の食器とのペアリングを選ばないような箸ではあるものの、とはいえ高級感というかね、雰囲気のあるようなデザインになっています。和にも洋にも中華にも合うので、結構ねこれ気に入って使ってしまっています。箸全体はこんな感じで六角形のフォルムになっています。これによって、印象がね、もちろんこうちょっと細く見えて華奢な印象が出るのに加えて、シンプルに持ちやすさにもつながっているんですよね。さっと持っても違和感のないような、そんな箸になっています。これすでに数ヶ月使っているんですが、この金銀の部分の塗装とかがね剥げるというわけでもなく、気に入って使い続けられているという箸になります。で僕自身最初贈り物としてもらったこともあって、おすすめはもう自分用にもそうですし、デザインが人を選ばないという点でも、プレゼントにもね良いのかなというふうに思っております。普通の箸ではあるんですが、一つねお気に入りのものを持てるという意味では、僕は暮らしの中に取り入れてかなり良かったなというふうに思っているので、おすすめです。ということで、栗原はるみの越前塗六角帯箸金銀が、第12位ですかね、でした。続いてはこちらになります。はい、何かというと、カッターナイフですね。 HMM のユーティリティナイフという製品になります。ミニマルな見た目と機能を持ったカッターナイフなんですが、箸に続いてカッターナイフに関してもこだわりのないものをずっと使っていたというような感じだったんですが、以前ですね、この上半期でドケットストアという店舗でのポップアップがありまして、ものすごくこの良さそうなものを発見、おすすめしてもらって、購入してしまったというような製品になります。なんせ僕が一番物を選ぶときに惹かれがちな機能美という部分を、まさに体現してくれているようなアイテムなんです。で HMM、 こちらのブランドに関してはですね、台湾のデザイン小物とか文具などを展開するブランドになっているんですよ。なので、このナイフだけではなくてね、結構いろんなアイテム見てみると気になるものがたくさんあるので、ぜひぜひチェックしてみてください。まずこんな感じでですね、オールブラックでアルミニウム製のボディになっています。で、ここのネジ式のロックで、ここを緩めて刃を出して、で、また締めるというような使い方をします。しっかりとこうして止められるネジロック式を採用しているので、使い心地としてもかなり安定しています。硬いものをこうさっと切っていても、中に刃が押し込まれるということは全くないので、そういった点の安定感はね、すごいなというふうに思います。で、刃自体もですね、もう定番というか有名なオルファ製の刃を使っています。なので、もう切れ味も申し分なしというかね、言うことなしですね。そして極めつきはですね、こういったカッターナイフ使うとき、まっすぐ切りたいときってこう定規とかを当てたりすると思うんですけど、その定規がなんとついているんです。こんな感じでカッターナイフの背中の部分に
定規というかね、ガイドがついています。なのでこうカットするときには後ろから取り出してこうガイドにして切るというようなことができます。で、定規の部分はこうやってもちろんメモリもあるんですが、ここにちょっとねスリットがあると思います。これは、カッターナイフなのでもちろん切れ味が悪くなったら刃を折るんですが、このスリットに引っ掛けてこう刃を折ることができるというような使い方ができます。このナイフ一つで切るという動作に関わる全てのものがね集約されているという、これがね本当に僕はもう見た目にも使い心地にも美しいような製品だなというふうに思いました。ガイドはですね若干傾斜してるというか折れ曲がっているんですよ。伝わりますかね。なのでこれをガイドにするとちょっと浮くんですよね。これがまたただの定規ではなくカッターナイフ用だからこその配慮ですよね。このガイドの定規はですねカッターナイフの裏面にくっつけるんですが、ここに穴があるのが分かりますでしょうか。ガイドの部分にですね穴があるんですよ。ここの穴とカッターナイフ裏面のこの凹凸突っ張り出ているここの部分をこう重ね合わせて、でこれをまた閉じると。このナイフの裏面にはマグネットが、ついているのでこうちょっと吸い寄せられるような感覚があるんですよね。これもまたね手に触っていて本当に気持ちいいです。もうさっとカッターナイフ出してきてロック解除、刃出してロック閉めて、また定規出して、でこうですね。いやもうね全ての所作がこの一つに収まるという美しさ、本当にねいいなというふうに思います。僕自身カッターを使う頻度が、かなり多くてですね、物を買って段ボールを開封するという機会もありますし、先日動画に出したように DIY をする過程でカッターが必要になることもあります。なんだかんだこだわるべき文房具の一つではあったんですよね、それが、長年かけてようやく気に入ったものを選べたというところが非常に満足しています。カッターナイフにしては、1万円を超えるので値が張るというところは若干ありつつも、とはいえこう物としての作りとかを考えると非常にこういい買い物をしたなという感じはあります。正直カッターナイフでデザイン性に優れたものってなかなかないので、持ち物にこだわり抜きたいという方、カッターナイフの使用頻度が多いという方はねぜひ検討してみてほしいなというふうに思います。ということで、HMM のユーティリティナイフでした。そんなカッターナイフと同時に購入した、こちらのボールペンが、続いて紹介するものになります。ペンコのバレットペンという、これもまたオールバックでミニマルなキャップ式のボールペンになります。で、購入元は先ほどのこのカッターナイフ同様、ドケットストアさんになります。こちらのポップアップで購入したんですが、オンラインでも購入することができます。見てお分かりいただけるかと思うんですが、結構ちっちゃいんですよね、本当にバレットペンという名前の通りで弾丸のようなミニマルでずんぐりとした形状になっています。こちらのペンはですねボディが真鍮製になっています。なのでこの大きさの割には結構重みがずっしりくるんですよね、そういった重さもそうですし、素材のこう質感もかなり高級感のあるボールペンです。で、キャップ式ということで、こちらをこうやって開けると中からペンのこの筆記部分が露出してきて、この後ろの部分にねこうやって、ペンのキャップをつけることによって、この筆記モードに変わるという感じです。なので普段はこうキャップ式としてこうコンパクトに、なっていて、使う時だけキャップを開ける、これによってですね、例えば胸ポケットに挿していっていつの間にかこうノックされてポケットの中に、インクが出ていたというようなこともありません。キャップを閉めていれば、誤動作みたいなのは全くないので、そういった心配もないのがまさにこう素材感と合わせて高級ボールペンと呼んでもいい一つのね、理由かなというふうに思います。とはいえ、高級感だけでなくしっかり実用性にも富んでいて、中のこのボールペン、こちらはですね会心が 4C 規格という、多くのボールペンの会心で採用されている規格を、そのまま使うことができるんですよね。なので僕はもともと純正の会心を外して、ジェットストリームの 4C 規格の会心を中に入れて使っています。なので、このペンのデザインから、所作、使い心地、素材感などなどの高級感に加え、この書き心地に関してもジェットストリームのあのぬるぬるとした
滑るような書き心地を楽しむことができます。で、僕はもうこのボールペン普段から持ち歩いていて、やっぱりキャップ式でコンパクトになるとか、そういった特性上できるだけ持ち運んで使ってあげるのが一番このボールペンを活かしてあげられるのかなというふうに思っています。なので、まあ、肌身離さず持ち歩いて必要な時にささっとこう取り出して書くことができるというところでね、非常にこうデイリーで役に立っているようなアイテムです。カッターナイフに比べると比較的手に入れやすい価格帯ではあるので、ぜひぜひね検討してほしいなというふうに思います。ということで、ペンコのバレットペンをご紹介しました。続いてはこちらです。はい、これも以前ご紹介したことがあるんですが、こちらはですね、貝印の、ソフトボトルという、製品になります。シャンプーなどを中に入れて持ち運ぶことができるというボトルですね。これはもう僕が銭湯とかサウナが好きっていうのが、まあ、大きくベストバイ入りへのね、理由になっていて、最近もう週1以上は近所の銭湯に行くんですけれども、シャンプーが備え付けでは置いてないんですよね。もう自分で持ってきてください、ね、ないなら購入してくださいというふうになっていて、まあ、やっぱり毎回買うのはね、さすがにお金もあれだし面倒だということで、このシャンプーセットを持ち運ぶことにしました。で、とはいえ市販の携帯用シャンプーセットって、例えばちょっとね容量が少なかったり詰め替えができなかったりだとか、あとボディーソープと、ヘアケアで別になっていたりだとか、まあ、いろいろとねそれだけだと不自由が生じてくるんですよ。なのでもう詰め替え用のボトル、比較的ね市販のものよりも容量も多いものを購入して、銭湯に行く時にはこれを持ってね出かけようというふうに考えて、買いました。まあ、一番の魅力はそのシンプルさですね。めちゃくちゃボトルとしてはシンプル、かつ値段もお手頃なので、ボトル自体が何か今後破損したりしてもそこまでダメージはありませんし、中にこう詰め替えるものもねちょっとこう透けているので比較的物が見えるんですよね。まあ、詰め替えようというのもあって、ここからこうね、中のもの詰め替えられるんですけれども、まあ、家で使っているシャンプーとかね、ボディーソープ、そういったものと同じもの、同じ品質のものを外出先でも使えるっていうのも非常にありがたいですね。ちなみに中身の容量は 60ml で、もうすでに半年弱くらい使ってはいるんですが、まだ1回も詰め替えたことはないので、相当ね 60ml って容量があるのかなと思います。まあ、使い方としては本当に先ほどから話している通りで、それぞれシャンプー、コンディショナー、ボディーソープを中に入れて、まあ、これを3つね、銭湯に行くときにはこのポーチに入れて、持って行っているというような感じです。で、まあ、中身はねもう少し僕も分かりやすいように、ボトルの先端に輪ゴムをつけています。これが、シャンプー、これがコンディショナーで、これがボディーソープですね。もう少し賢い方法はあるかもしれませんが、まあ、ひとまず困ってはいないので、この方法で中身を識別しています。もう本当に近所の銭湯に行くときには、まあ、これらと、あとはまあ着替えとタオルを持って、もう自分の持ち物だけで追加料金とかも払わずに完結するようにしています。ここら辺の銭湯サウナグッズは比較的ね自分の中でも揃ってきたなというふうに思っているので、また、ね、おすすめできるタイミングがあれば他のアイテムと一緒にご紹介したいと思います。ということで、貝印のソフトボトルでした。続いてはこちらです。はい、何かというとこのパンツですね。はい、カーゴパンツをモチーフにしているこちらのパンツはヒンソンというブランドの、まあ、シックスポケットパンツということで、結構こうゆったりとしつつ、またテックの雰囲気もあるようなパンツになっています。本当にこう見ていただいて分かる通りという感じではあるんですが、まあ、もものあたりはかなりゆるっとしていて、まあ、裾にかけてこうテーパードがね、効いているようなデザインになっていて、まあ、若干こう細身になっていますが、まあ、この裾の部分がですねドローコードが仕込まれているのでシルエットを調節できるんですよ。で、基本的に僕は裾この締めて、履いています。ワイド目なパンツを僕は結構多く持っているので、まあ、変化をつけるという意味でもね、ここ絞ってちょっとこう雰囲気を変えています。シックスポケットパンツということで、まあ、ポケットの数は前にここに2つ、またさらに太ももの部分に2つ、そしてお尻の部分に2つということで豊富についているので、まあ、さっとね困った時に何でも突っ込めるっていうのは一つ大きな魅力です。まあ、値段もお手頃ですし、生地感もまあ凝っ
ントン系ではありつつ、まあ、オールシーズン使えるような雰囲気になっているので、まあ、季節を選ばないという点でも非常に気に入っています。夏場はもうこれと T シャツ1枚でね十分かなというような感じです。はい、まあ、ちょっとね紹介はこのくらいになるんですが、まあ、かなり気に入っているパンツということでご紹介させていただきました。ヒンソンのシックスポケットパンツでした。続いては靴ですね。こちらの2足を、順にご紹介させてください。1つ目はこちらです。こちらはミズノのウェーブプロフェシー8というモデルのグラフペーパー別注モデルということで、まあ、ある種ミズノとグラフペーパーのコラボスニーカーですね。このコラボ自体は結構 2,3 年前くらいからずっと続いていて、本当にこう定番というかシリーズにはなっているんですが、まあ、今回この2024年の、で発売のモデルを購入したというような感じです。これの前もですね、ずっと同じミズノとグラフペーパーのコラボモデルを使っていました。本当に履き潰すというくらいに履いていて、そろそろもう、消耗してきたなというところで、まあ、結局いろいろと探した上でやっぱりミズノとグラフペーパーの同じモデルの、ね、新作を購入してしまいました。ミズノのウェーブプロフェシーという、まあ、ハイテクスニーカーをモデルにしているので、若干こうソールの部分に隙間がある近未来的なフォルムはもちろん可愛いんですが、まあ、スペックとしてもですね、トレーニングとかレースで使えるモデルなので、本当に歩きやすさが申し分なしなんですよね。もう疲れることは一切ありません。で、今年のグラフペーパーのコンセプトが炭ということで、この炭に合わせてこのスニーカー自体も黒のアッパーと、このカップの部分はですね、書道の半紙を彷彿とさせるような、まあ、ホワイトなんですが、ちょっとこう気なりがかったようなオフホワイト味のある白ですねに加えて、ところどころであしらわれている赤、こちらはまあこの朱印というかね、あの書道でよく見るあのオレンジと赤が混ざったような色、あの色をモチーフにしてこうちょくちょくねアクセントとして採用されているような感じで、このカラーバランスがねめちゃくちゃお気に入りなんですよ。で、案の定ですね、今回もミズノのマークはこの後ろの部分にちらっと入っているくらいで、スニーカーの側面とかに大きくあしらわれているようなものは、取り払われてミニマルな雰囲気になっています。まあ、そういった背景とかコンセプトの部分はもちろんなんですが、やっぱりブラックとホワイトをベースなのでコーディネートとしても合わせやすいですよね。なので僕自身迷ったらもうこれを履いてしまっていて、相当出動頻度は高いです。でなんだかんだでブラックホワイトだけでなく、この赤がちらほらとあしらわれている、ここがねワンポイントとしてものすごく効いてるんですよ。これもね結構お気に入りのポイントの一つです。今回の、このウェーブプロフェシーは圧倒的に人を選ばない、デザイン雰囲気にはなっているので、ぜひぜひこちら見てみてほしいなというふうに思います。そしてもう一つがこちらです。こちらはまあサンダルですね。OAO から今年初めて登場したサンダル、モノリスというモデルになります。自分なりにサンダルは僕こだわりがありまして、まずはまあハイテクスニーカーというかね、歩きやすさ疲れにくさを重視するということ、そしてかかとの部分までしっかりこのストラップがあって、まあ、これによって足首にしっかり固定されて長時間でも使いやすい歩きやすいようなものになっている、この2つはマストで揃えたかった条件でした。そこがしっかり当てはまったので今回こちらを購入したというような感じです。で、前から見ると結構こうクラシカルな印象がねあるかなというふうに思います。ドレス系のサンダルにあるようなフォルムが採用されていますね。とはいえ OAO でおなじみのこの分厚いソール、こちらはまあ、引き続き採用されていて、ソールの厚さはなんと 6.5 センチです。その分ね、本当に雲の上を歩くような心地という、まあ、例えも分かるくらいには、歩きやすいようなサンダルになっています。本当に 6.5 センチ身長上がるとやっぱり景色は変わりますね。だいぶ目線が上がったなというような感覚はあります。でもこの厚さの分ただただ沈み込むというわけではなくて、やっぱりねこのちょうど良いこう沈み心地というかクッション性なので、沈み込みすぎて逆に疲れるということもありません。クラシカルな印象と言いましたが、ここの甲の部分、ここはですねこういって光沢がね見えると思うんですが、レザーでハーフレザーになっています。なのでこれもまた高級感を演出してくれる、
一つの要素になっていますね。雨の中、水の中をこうジャブジャブ行くというのはちょっと厳しい、サンダルにはなっているので、あくまでもまあ晴れの日というかね、そういったシーンで使いたいサンダルにはなっています。以上、この2つがこの半年間で購入した靴になっています。2つともね、本当にお気に入りで、定番品として自分の中では結構な頻度で使ってしまっている靴になっています。はい、続いてはこちらの、さっきから着ている T シャツになります。はい、こちらはですね、フレッシュサービスの、コーポレート T というような、T シャツですね。本当にもうこの夏を乗り切るために購入した T シャツになっています。ずっとこういったシンプルな T シャツを探していたんですけれども、やっぱり気に入ったものがなかなかないなというふうに思っていて、で、結局見つけたのがこのフレッシュサービスというブランドの T シャツになります。フレッシュサービスというブランド自体がですね、架空の配送会社で、その制服というようなコンセプトになっていて、まあ、そういったね、細かいところも非常に気に入って使っている T シャツです。で、2パック T なので2枚セットで送られてくるんですよね。なので僕は同じものをもう1着、持っていて、かなりの頻度で着回しています。本当にこうプレーンな T シャツで、若干こう身幅とかはゆとりのあるようなシルエットですね。とはいえ、こうよくあるオーバーサイズみたいなサイズ感ではなくて、例えば肩周りとかはね、そこまで肩が落ちてないかなというふうに思います。170センチの僕で、袖丈もまあ肘にいかないくらいですかね。で、この T シャツ本当に基本的には、オールブラックなんですけれども、ここの裾の部分ですね、こちらにプリントが入っています。これが本当にこの T シャツのワンポイントになっていて、これがね、制服っぽさみたいなのもこうちょっと象徴していて、個人的にはちょうどいい主張具合でハマったところですね。密度が高いような感覚があって、洗濯を重ねても全然よれたりする気配がないんですよね。この点もね、非常にこうタフにデイリーに使えるようなアイテムだなというふうに思っています。ここの襟の部分もしっかりと詰まっていて、個人的にはね、ここら辺が結構僕は T シャツの要だと思っているので、ここの詰まり具合もちょうどいいなというふうに思っています。で、僕自身は今 M サイズを着用しています。 M と L の2サイズ展開なんですが、この2つのサイズ感で結構サイズ感違っていて、最初僕も L サイズ購入したんですが、あまりにも大きすぎて、この丈が長すぎたんで、ちょっとこれは泣く泣く、これはまあちょっと使いづらいなということで M サイズを買い直したという感じです。2枚組で1万円なので、比較的コスパもいいような T シャツになってるかなというふうに思います。ぜひぜひね、このプレーンなとはいえこうちょっとしたアクセントもあるような T シャツなので、気になった方はチェックしてみてください。フレッシュサービスのコーポレート T でした。続いてはこちらです。はい、ジャムホームメイドの三つ折りコンパクトウォレットラビッシュモデルということで、何度も紹介しているところであるんですが、本当にね、財布としての一つの正解かなというふうに思っています。今年の上半期に購入していたのがこのラビッシュレザーというモデルで、光沢のある高級感のあるような雰囲気になってくれています。これ結構人気モデルのようで、ちょくちょくこう品切れだとか、在庫入荷だいたい1ヶ月2ヶ月先ですとか、手に入れるのが若干難しくなってきているので、気になった方はぜひね、早めに検討してほしいなというふうに思います。こちらの財布、いいところをまとめると全部で3つです。1つ目はコンパクトさと収納力のバランスです。やっぱり、このね、手のひらに収まるサイズ感というコンパクトさながら、中を開けると、お札入れもね、比較的容量がありますし、こちらカードポケットは、全部でもうね、10枚以上は、カード入れることができるので、日常使いでは十分な、容量になっています。で、2つ目がこのお札ポケットですね。こちら見てわかる通り長財布のような機構になっていて、折らずにしまうことができるんですよね。コンパクト財布だとよくあるのは、もう本当に2つ折り3つ折りにして中に入れるので、もう折った跡がつくのは確定というような財布が多いと思うんですが、もちろんこうコンパクトにはするので折れ癖はつくものの、しっかりとした折り目がつかないので、そういった点も非常に気に入っています。3つ目がこの今見せたお札&カードポケットとは別の場所にこの小銭ポケットがあるという点です。正直最近はもう現金の登場頻度劇的に少なくなっているので、
この小銭ポケットに入れるのは部屋の鍵だとか、まあ、自転車の鍵だとか、そういったも小銭ではない、お金ではないものを入れることも結構多いんですよね。そういった際にわざわざこうお札入れをね、こうざっと出して、ここから小物をね取り出すというよりも、もう完全に小物入れとして別で独立している方が非常に使いやすいというふうに思います。そういった点でもキャッシュレス向きな財布だなと個人的には思いますね。財布というよりは、まあここに鍵を入れられたり、あとこちら側にね、まあお札入れも大容量なのでレシートも入れられたりとか、本当に小物類をマルチにしまって持ち運べる貴重品アイテムケースというような感じで使える、豊富な機能性を備えています。でこれに、まあ、先ほど話したレザーの高級感ですね。もうねすでに数ヶ月使っただけで光沢感はすごいんですよ。経年変化が楽しめるような一品になっています。でまあマルチケースといった分、現金をめちゃくちゃ使うという人には若干不向きで、それこそお札と小銭を同時に取り出すことがちょっと難しいんですよね。お札はこっちを開いて、で小銭をこっちから出してというような、ちょっとこうアクションが別になるので、若干こういった点は不向きかもしれません。全体的にキャッシュレスをもこうね、進められている人にはもちろんおすすめなんですが、完全にキャッシュレスができているというわけではなくて、どうしてもやっぱりこう小銭が発生したり、まあ、現金が発生したり、小物がちょいちょいこう収納しなきゃいけなかったり、そういったこう半々というかね、 7-3 くらいでキャッシュレスを使っている方には一番こう機能面としてはねぴったりのアイテムになっていると思うので、ぜひこちらチェックしてみてください。この動画の公開時点で在庫があるかどうか、ちょっと自分の方でもね概要欄の方に記載しておくので、合わせてチェックしてみてください。そして続いては、まあ今の延長線ではないんですが、まあ、先ほどの財布とは別でこういったものもね、ちょっと取り入れてきています。スマホやその他のものもいろいろと入れられるミニショルダーサコッシュになっています。トポロジーのフォンサコッシュですね。でこれまでですね、僕はまあ今の財布とか携帯とかも含めてポケットの中に入れてたんですよ。ここに入れられるものってやっぱり容量的に限られてるんですよね。まあ、例えば僕はこういったコンデジも持ち歩きたいなというふうに思いますし、まあ、それ以外にも、先ほどご紹介したこういったボールペンだったり、こういったものもねできるだけ身につけておきたいんですが、とはいえ、まあ、ポケットの中に全部を入れておくことはできないということで、まあ、スマホサコッシュみたいなものを探していました。このトポロジーのスマホサコッシュは何よりも収納力が抜群です。ポケットの数も豊富でして、この中に本当に僕は今携帯、財布、イヤホン、部屋の鍵、ちょっとしたカメラ、ペン、まあ、そういったものも含めてね、全てこの中に収納しておけて、常に携帯しておきたいアイテムを一つにまとめられています。でこの細かいバッグの中身に関してはぜひぜひ最近動画を作ったので概要欄の方からチェックしていただきたいんですが、本当にですね、まあ、ここからスマホがこうやって出てきたりだとか、こうやってカメラもこの中にねこう収納していて、まあ、ペンも同様にここに挿してこんな感じで、はい、持ち歩いています。これによってカメラとかスマホも本当にこうさっと取り出して使うことができるようになりましたし、まあ、貴重品は全てこの中に入っている感じです。なのでとりあえずこれさえ持っていれば、まあ、外出先とかでもそうですし、家から出かける時にも本当に問題ないというような感じです。で今僕はこのバッグの色はこのグレー系のね色を選んでいて、ロープはオレンジを選んでいます。ちょっと派手かなとも思うかもしれないんですが、僕がまあこの T シャツのように、黒い服をね中心に着がちなので、まあ、バッグ自体はね差し色のような形で使ってもいいかなというふうに思ってこの色をチョイスしています。ここのカスタマイズ性の高さ、まあ、好きな色をね、組み合わせることができるっていう点も似ているところではあります。本当にどんなお出かけにもこのバッグ全て持っていってるというような感じですね。ある種の手ぶらバッグだというふうに僕は思っていて、まあ、皆さんもね荷物の整理とかいう観点では、まあ、こういった貴重品セットをね一つファッションアイテムとして持ち歩くのもいいんじゃないかなと思います。ということでトポロジーのフォンサコッシュをご紹介しました。続いてはこちらです。はい、ちょっと全身が入りきっていないんですが、イサムノグチの照明のシリーズ明かりのフロアライトになります。形としては 14A というモデルですね。
でもちろんこれは正規品ではなくてリプロダクト品になっています。やっぱり正規品だと値段が結構跳ね上がるし、そもそも手に入れにくいというような状況なので、まあ、今僕はリプロダクト品という、まあ、模造品ですねを使っているような感じです。もちろんこういった明るい中でこうオブジェとして置いておくにも本当に十分な存在感を放ってくれています。僕としてはこう部屋の主役の一つでもあるなというふうに思っています。で夜はこれを本当にこう間接照明としてつけていて、本当にこう寝る直前とかはこれ一灯で過ごしているような感じです。でちなみに中の電球は案の定スイッチボットの電球に変えています。これによってアレクサと連携して、まあ、声とかスマホのアプリとかでね、電源のオンオフを操作できるようになっていますし、また色温度とか明るさも、自分のね、好きな具合にコントロールできるようになっています。まあリプロダクト品って買うのどうなのっていう意見も、まあ、僕も分かりますし、実際購入前はそっち側の立場でした。まずはリプロダクト品で買ってみて、実際に自分の部屋に合うか、自分の自身の雰囲気と合うかっていうのを確かめてみるっていう手段の一つでもありますし、また、まあ、これによってより僕自身このあかりシリーズとかイサム・ノグチシリーズにものすごく興味が湧いたので、実際のものを手にするっていうのは一つね、僕は、重要なプロセスなのかなというふうにも思っています。なのでまあ皆さんもねちょっと迷われている方がいたら、まあ、ちょっとそういった考え方もあるのかなというふうに思っていただけると嬉しいです。部屋の雰囲気を一つ作ってくれている重要なアイテムだと思うので、まあ、今後も気に入って使っていければなと思います。ということで、イサム・ノグチの明かりのリプロダクト品が、今回の購入品の一つになります。はい、ということで最後はこちらになります。はい、ブランクレのレザーワンデイパックですね、レザーのバックパックになります。もうこれは、いろんなところでねお気に入りだというふうに話していると思うんですが、そろそろ、まあ、自分が100点で気に入るバックパックが欲しいなということで、本当にもうずっと探していて、半年くらいですかね探してようやく見つけたのがこちらの、バックパックになっています。そういったところで、まあ、何を基準にバックパック選ぼうかなというところで、やっぱり見た目が一番だなというふうに思い、こちらを購入した形です。前面は志望川調になっていて、まあ、高級感があるのはもちろんですね、この真ん中のポケット、ここがデザイン上のアクセントになっていて、まあ、このねポケットがあるかないか、どうついているかでね結構このバックパックの印象変わると思うんですよね。これがあまりカジュアルすぎず、とはいえこうのっぺりもしすぎていなくて、本当にね絶妙なバランス感でできているバックパックだなというふうに思います。中は、こちら開けると、まあ普通の PC ポケットがあるくらいのサイズ感ですね。で 13-14 インチくらいなら問題なく入るサイズ感ではあります。ここの中の容量も十分にあって、ここら辺はね実用上に何か困っているわけではないですし、この背面ですね、こちらはですね、前面の革と違ってメッシュ素材になっています。本当に今みたいな暑い時期、夏になるとバックパック背負うとここがもう濡れて濡れてしょうがないと思うんですが、ここら辺の通気性が多少良くなっていることによって、やっぱりね体への負担も変わってきていると思います。そしてこの背面だけでなく、ショルダーのベルト、この裏の部分もメッシュがあしらわれているので、まあ、比較的ね重さも、まあ、そこまで感じすぎることなく、持ち運ぶことができています。本当にこう会社へのね出勤時はもちろんのこと、常にこうパソコンとか持ち歩くときにはこれを使っています。ワンデイパックというふうな名前ではあるんですが、1泊くらいなら正直問題なくできる容量かなと思っています。強いて言うならこうバッグ本体にもう少し骨があってね、形がこう保たれるような、感じであれば、まあより気に入ったものの、素材上どうしても難しいところはあると思うので、自分なりにもいろいろと、対策を考えております。まあレザーのバックパック探しているんだけど、やっぱりみんながもう持っているものあんま持ちたくないようだとか、どうしてもこうレザーではあるんだけどプレーンなシンプルな雰囲気のものが欲しいという方にはね、間違いなくおすすめできるバックパックです。ぜひこれはね僕も結構な、高得点で気に入っているアイテムなので、皆さんの参考になれば嬉しいなというふうに思います。以上が、この2024年上半期に購入したものの中で、まあ、暮らしのものというカテゴリーの中で、気に入ったものを全部で12個、3個ほどご紹介しました。
ということで、いかがだったでしょうか。だいぶ長いことねお話ししてしまったんですが、まあ、もしね今回ご紹介したアイテムの中で皆さんが気に入るものがあれば嬉しいです。このような形でガジェット編も近日中に公開する予定ですので、ぜひそちらも楽しみにしていただければと思います。改めて、このチャンネルでは他にもライフスタイルに関する様々な動画を上げていますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で、以上なごみ家でした。では。